親愛なる隣人 1.0 どうだ。ニューヨーカーが直でお前に連絡できて犯罪も通報できるって仕組み。言うはいいね。サンキュー。おい見ろよ、早速リクエスト来たぜ。アーロン・デイビスって人から依頼来たぞ。今なんで、それ僕のおじさん。スパイダーマンのこと知ってんの。まさか、ただの偶然だよ。地下鉄の駅に行ってみる。しました。ちなみに僕がスパイダーマン。ああ知ってる、アーロン・デイビスだ。誰かがセンサーにいたずらしてな、グランドセントラルの中継機からうまく受信できないんだ。見に行くよ。おい待った。何？もう一人のスパイダーマンは？ああ休暇中だよ。でも平気、僕に任せて。絶対バレてないよね。またアプリから電話？スパイダーマンだ。言い忘れてたよ、昨夜隣のロクソンプラザに押し入りがあったらしい。アンダーグラウンドってグループだ。今朝うちの駅で見かけてな。アンダーグラウンドか。それ以外に情報は？若手マフィア気取りの連中だ。ずいぶん前からいて、最近リーダーが変わった。ティンカラーだ。ティンカラー、情報どうも。それでよくスパイダーマンには連絡するの？このアプリがなきゃ連絡しようがないさ。でも昨夜ラインの待機のニュースであんたを見てな、助けてくれるかもと思ったんだ。なるほど。それで地下鉄の仕事は長いのかな？いや去年からだよ。俺の兄貴が、まあとにかく変化が欲しくってな、手始めにこの仕事に就くことにしたんだ。でもシフト中に電車が止まっちゃ印象が悪くなるだろう。それじゃあ復旧させたら親愛なる隣人スパイダーマンアプリで解決したって上司に伝えて。伝えるよ、センサー頼んだぞ。これだとケーブルが多すぎるよ。信号に干渉しちゃう。何に繋がってるんだろう。家の中に入らなきゃ。誰だ？そっちこそ誰？信号中継機が妨害されてる。この装置すごいな。もったいないけど、センサーが治ったよ。何したんだ？いたずらっ子を退治しただけ。おまけにあいつらが使ってたおもちゃも発見。
ごめん、後でかけ直すよ。うわぁ、これ使ってピートが設計したホロドローン作れそう。ホロドローンを使う絶好のチャンス。おじさんに確認しよう。もしもし、デイビスさん、どんな感じ？信号は来たが、電車が線路にいない。車両基地で何かあったんだろう。アンダーグラウンドがセンサーをいじってたみたい。もしかしてロクソンはニューフォームの輸送に地下鉄使ってる？ロクソン、まあ、地下鉄ってのは乗客用で貨物用じゃないが、プラザができて路線が変わったって話だ。ってことは極秘で使ってるのかも。うん、後で調べてみるよ。それでお兄さんの話してたけど、他に家族は？しばらく会ってないよ。この仕事を始めて環境も変わったしな。会いたいよ。甥っ子とはよく一緒にビートを作ったんだ。その子ならきっとまた会えるよ。他の家族にもね。だといいな。それじゃあ僕はアンダーグラウンドを退治しに行かなきゃ。じゃあ。グラウンドが悪さしてる。バレないように倒してみよう。急げよ。あいつら引き離さなきゃ。生きられるぜ。これ時間かかんだよ。それじゃ、おやすみ。こっち見ないで。ピートのバイザー機能を使ってみよう。ナイス。これで位置がわかる。避けて見えないけど。
それじゃ車両を線路に戻さなきゃ。制御装置はオフィスかな。ティンから確かリーダーだよね。嘘でしょ？制御装置壊したの？なんとか手動で電車を線路に戻さなきゃ。ウェブもあり？回転台を使おう。回転台を回してウェブで車両を引っ張る。いけそう。じゃあ。トンネルに入れるようまっすぐにしなきゃ。うまくいった。もうちょっと。おじさん、本気で家族とより戻したがってた。連絡してみなきゃ。マイルズとしてね。父さん、何があっても話してくれなかったし、相当なことがあったのかも。他のも動かそう。ニューフォームの輸送を調べて地下鉄を止めた。これってニューフォーム？車両は準備 OK。 あとは電力っと。端末は壊されてるけどジェネレーターは無事。よし、これで車両を動かせそう。多分ね、ウェブは電動性だし。信頼の地下鉄でしょ。やった。デイビスさん、今度はどんな感じかな。パネルがツリーみたいに点灯したよ。ありがとうな。どういたしまして。また何かあればアプリに投稿してね。また渡したいものがあるんだ。つまらないものだが。僕にプレゼント？クビにならずに済んだ。せめてものお礼をさせてくれ。ありがとう。そっちに戻るよ。マイルズ、ヨーロッパについては？スパイダーマン業の方はどう？
いい感じ。近所で陰謀に遭遇しちゃってさ。最高。作戦は？やりながら考えてるとこ。それでこそスパイダーマン。それじゃあ何かあったら電話して。海の向こうだけどいつでも歓迎。オッケー。そうだ、プレゼントありがとう。あれ最高。どういたしまして。おっと、 MJ が呼んでる。切るよ。またね。ビッグニュース、地下鉄復旧でアプリがバズりまくり。依頼来まくってるぞ。例えば、テオの売店からあのおっさん最高。チェックしとかなきゃ。街中に期待されてるし。今やニューヨークで人気ナンバーワンアプリだぞ。おじさんのヘルプ終わったらチェックしろよ。おじさんに正体バレてないんだよな。かなり際どかったけど隠し通してるよ。こっちが落ち着いたら見てみる。またね。輸送方法を調べて、電車を襲撃した。なんで？輸送を止めるため？進むため？なんだよ！お任せだよ！これ食らっても勝てる？電車は復旧、奴らも消えた。やるじゃないか。次の列車の到着まであと5分です。プラットフォーム中ほどまで。アンダーグラウンドのせいでスーツボロボロ。デイビスさん平気？ああ、助かった。そうだ、これやるよ。1年乗り放題の地下鉄パスだ。ありがとう。
名前はあってか。どうして、もう行かなきゃ。マイルズ待て。昨日のニュースを見てそうかなと思ったんだ。囚人を手玉に取って戦うあの動きでピンときてな。家族でバスケやってた時の動きそのままだった。すばしっこさは段違いだがな。大丈夫、母さんには言わない。絶対？約束だ。ジェフにこの姿を見せてやりたいよ。きっとそっとするよ。間違いなくそっとするな。お前が二代目を引き継いだのか。ああ、休暇でいない間だけだよ。そうか、任されたってわけか。そう。その年にしては責任重大だな。僕なら平気。だといいが。なあマイルズ、困ったことがあれば連絡しろ。手を貸せよ。いいな。わかった。ありがとう。アプリがバズってるんだっけ。街にはスパイダーマンが必要。パトロールしてみよう。テオの店に強盗が入ったって。助けなきゃ。出ておいで。ねえ、ここだけど。 あんたじゃない、うちの猫だ。スパイダーマンから名前もらってよ。けどクズどもがうちの店に押し入って、あの子も連れてっちまったのかも。何それ、ひどい。どっちに行きました？確か配電所に向かうとか言ってたな。数ブロック先だ。見つけてきます、猫もね。ああ、そんじゃ頼むとするよ。着いたら元気に電話しよう。でもなんで配電処理なんか。入り口あった。ヘルプ、売店に入ったコソ泥が近くの配電所に来てるらしい。なんだそれ。よっしゃ任せとけ、ライブ配信見とくよ。変圧器を撃ってる。なるほど。しないんじゃねえ。いいから弾撃ってワイヤー切って。俺に命令すんじゃねえ。待てよ。ボスにスパイダーマンが出てくる。テオの店でコソ泥したんだろ。スパイダーマンはどこ？どこに隠したんだよ。やばい人みたい。ボコボコにして誰にも知られるんじゃねえって命令だぞ。こんなの割に合わねえって。まさか君たちクリエーションが嫌いなの？もうちょっと普通の犯罪できないわけ？たぶん、やっぱ忘れて。ここの出力 64% まで下がってるな。バックアップを動かさないと。
システムか。ヒーローよ、向いてるんじゃない？まさか、俺はただの観客。あとは猫を探すだけ。スパイダーマン、ねえ、待って。スパイダーマン、シャフトを降りてった。やさい、待ってて、スパイダーマン、今行くよ。奴らの狙い分かっちゃったぜ。通りに銀行があんだ。停電すれば入り放題。電気を戻せば銀行強盗を阻止できるってこと？犯罪を未然に防止。未来を知ることができるのは彼ら二人だけ。運命は彼らに託された。はいはい、これはあんはならねえぞ。あんなのどうやって攻撃するんだ。空中だ。気をつけろ。誰かに雇われてるみたいだね。誰だと思う？あのさ、出力ゼロだって。知ってる。そんじゃ非常灯をつけるぜ。よっしゃ、他のバックアップをチャージすれば復旧できるぞ。オッケー。あ、配電所を襲うのにこんなに人必要？どうも、ボスは誰？僕の知ってる人？格好の的だぜ。バンカナ！叩き落とせ！バックアップシステム探さなきゃ。オッケー、先に進もう。メインのジェネレーター見つけて直せますように。あいつらボスの話してたけど、誰だかわかる？銀行強盗なんてわんさかいいんだろう。一応聞いてみただけ。メインブレーカー発見。あいつらを倒して、なんとか修理しなきゃね。ピシッとしろ。俺らの手柄を邪魔する奴がいいんだ。そりゃいいんだろ。ボスは敵が多いからな。全員ひねり潰してんだろ。やめた。派手に行くぞ。計画した奴はスパイダーマンを知ってて、しかも毛嫌いしてる。もう一人の方でしょ。僕には敵いないし。今だな。うわ、ポジティブ。
ブレーカーを調べよう。まずいな、電気が来てない。ジェネレーターはどこ？発見。電源が入ってても接続されてなきゃ意味ない。接続 OK。 これで電力戻るはず。ブレーカーを入れよう。ライト点灯。今の音は何だ？猫ちゃん、怖がらないでよ。スパイダーマン？やらねえよ。てめえ、デートの邪魔するのは失礼だって知らねえのか。もうおしまいだぜ。おしまいだ。降りてくる。ウルコ強盗の主犯を僕に教えて猫返してくれたら逃がしてあげる。どう？嫌だね。やつを逃がすんじゃねえぞ。あいつはフェアだった。こんなのフェアじゃねえんだよ。マジでさ、ボス教えてよ。どうせ率がバレるんだし。てめえなんかボスに比べたら兵法でも怖かねえよ。おいてはよ。ボスのお仕置きが怖いってこと？モップだけ一緒にやってあげるよ。てめえは人を殺さねえが、ボスは違う。ぶっ飛ばしてやるぜ、小僧。俺たちの勝ちだって。見切ったぜ。スカッとしたぜ。へしおって。かわいい顔に傷がついたか。スパイダーマンも弱えな。かわいい顔に傷がついたか。ヤツを撃ち落とせ。へし折って。ボコボコにしてやる。かわいい顔に傷がついた。お家に帰ろっか。関係、電気復旧、銀行強盗を阻止、スパイダーマンも救助したよ。お茶の子さいさいだな。人間アプリにこいつらとボスのこと投稿しとく。手がかりゲットできるかもしんないし。またな。
んだよ。新しいスーツいいね。やあテオ、プレゼントがあるんだ。そうかい、なんだ。スパイダーマン冒険してきたのかい心臓止まるかと思ったじゃないか。まったくお前はわんぱくなやつだな。ああ、お手柄だ、新人さん。ありがとう。あ、気にしないで。ねえ、猫泥棒の狙いが何か分かった？関連がありそうな事件をいくつか調べてっとこう。ハーレム商業地区の窃盗にフィースト北支部で起きた事件とかな。何か分かったら投稿するよ。オッケー、ありがとう。よし、いい子だ。マイルズ、今日どうすんの？あれから連絡ないけど。ああ、そうだ、ごめん、ちょっとバタバタしててさ。でももう平気。どこで会う？78丁目とウエストエンドの角。78丁目ってサイエンスセンターのとこ？なんで？いいから、遅刻厳禁。78丁目とウエストエンド、行ってみればわかるかな。急いで行こう。あんたの正体って仕掛けるオペレーター。冗談だろ。本当バカなんだぞ。ここいつ閉店したの？ピーチです。母さんはよく子供時代の話してた。僕もそのうち馴染めるかな。ほらミコ、私のお気に入りのヒントトラックが集会に来るの。大きな色のロゴを探してみて。オッケー、情報ありがとう。ああ、そうだ、ちょっといいかな。ハーレム2の母さんに聞きたかったんだけど、アンダーグラウンドって知ってる？ああ、ロクソンの建物に壊し回ってる人たちね。この町の若者を勧誘してるみたい。なんで？まさかあなたも巻き込まれそうになったの？うん、違うよ、おじさんから聞いたんだ。そう、うちの近くの地下鉄の駅で偶然会ってさ。働いてるの知ってた？いいえ、あの人には関わらない。おじさんに会わせてくれない理由教えてくれなかったでしょう。前はいつもうちに来てたのに。それはおじさんに聞いて。ちょっと待って、ごめんね、まだ準備中なの。わかった、着実に票を集めて世界を救って。あなたは自慢の息子ね。まだまだ精進しなきゃ。それじゃまたね。グラグラしてるから登るとき気をつけて。なるほど、だからここで会おうって言ったの？来ないからもう帰るとこだった。これ開けるのを手伝って。タイムカプセルも錆びついたね。暗証番号覚えてる？うん、あれ、なんだっけ。嘘だろ、暗証番号暗記しとけよ。いつも俺がいると思うな。わかりました、暗記します。暗記します、はいはい、ったく。それで、そいつに何入れるつもりだ？教えない、二人だけの秘密。そう、よく言った。秘密は
守るんだぞ。ねえリック、ロクさんの仕事を引き受けるの？お前代わりに受けるか？かもね。オファー待ってるとこ。じゃあお前はライバルだな。まあクリーンエネルギーをぜひ俺に統括してほしいってさ、いつも言ってたろ。クリーンエネルギーが世界を救う。さすがガリベンファンクラブ。ああ噂をすればロクソンだ。すぐ戻るよ。番号を覚えたんだよね。フィボナッチ数列。そう、トロフィー。僕たちのエネルギー変換器最高だった。確かに。まだサイエンスセンターに展示されてるかな。だといいな。うわ見てよ、すごいアホっぽい。リックは大人っぽく映ってるけど。だね。リックに何かあったの？ひょっとして喧嘩したとか？ううん、違う。フィン、なんでもない。なんで会わなくなったのかな。最悪、遅刻だ。行かなきゃ。ねえ、お互いまだ話してないことはあるよね。次に会うときは隠し事なし。いい？うん、やっぱ考えとく。遅れなきゃね。それじゃあまたね、ちびっこ。身長ならもう抜いたけど。こっちはまだ。中学の卒業式、ほんとフィンに会えてよかったな。他のタイムカプセルも探そう。やっぱり後にしよう。帰って集会行かなきゃ。乗り放題パス使うのにもってこい。スマホを持った。地下鉄のパス持った。家の鍵は？うん、持ったよ。行こうぜ、遅れちゃうぞ。絶対スーツの中に雪突っ込んでやる。って、まだスーツ着てんの？うん、ほら、念のため。平気だって。なあ、これだからハーレムってマジ最高なんだよ。通りの屋台、街一番の食べ物、最高の音楽。うん、悪くないね。